キノコ伝説の皆様、おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。僕、トラえもんです。本日は今後のイベントを見据えた各アイテムを最大効率で使うロードマップということで完全版お届けしていきたいと思います。はい。ということでですね、実はですね、今回の動画については前回の、こちらの動画ですね。今日上げてますけども、乗り物。これ。今手をつけない方がいいですよということで、お届けさせていただいたんですが、視聴者の方々からもう育成しちゃったよ乗り物遅いよというね、忌憚のない、ご意見を頂戴しまして、確かに、これは反省すべきところだというところでですね、同じことを、繰り返さないために、もうですね、その乗り物だけじゃなくて、今後ですね。1ヶ月分って言えばいいのかな。のですね、どこで、どれぐらい、ガチャとかね。あとは、宝石とかね。いろいろと、使えばいいのか。今使うべきなのか、それとも取っておくべきなのか。みたいなところをね、お話をしていこうかと思います。前回のね、動画の中で乗り物、これは、こちらのイベントですね。この、騎乗突破イベントが、サーバーオープンしてから、9日から10日かな、に、来るということで、そのタイミングまで、我慢をして、そこでゼンマイを使うべきだというお話をさせていただきました。それによってですね、カムイズチですかね。神の器と書いて神器。それを解放するためのアイテムが手に入りますと。これがね、無課金で、かなり重要になってくるというところでですね。その4日間、5日間我慢するのは、その間はね、戦力も他の人が上がって、ちょっと差がついちゃいますけども、長い目で見るとね、やっぱりその神の器神器を含めて、念頭に入れてやっていった方が、ゼンマイを使って得られるものがより多くなると。特に無課金であればね、やっぱりその人といかに、その周りよりもいかにその最大効率で、アイテムを使うかというところがポイントになってくるかというところですので、ここをねお伝えさせていただいたというところになりますが、そこでね、遅いよと、コメントいただきまして、これは良くないということでですね、もう事前にね、今日まとめて、お伝えをしていこうと思った次第でございます。ということでですね、運営から公式、発表されている情報を踏まえながら、ちょっとね、今実施中のイベントも含めて、どういう形でリソースを割いていくべきか、それがどれが最適解なのかというところを、トラえもんなりにね、見解をお伝えしていこうと思います。ということで順を追いまして、まずこちらですね。今実施中のイベント、キレイ突破、でこれはですね、農場解説動画、でお伝えさせていただきましたけども、これはね、無理する必要がないですとお伝えさせていただきました。というのも、このね、イベント報酬の異物の破片を獲得するには、お供え物、つまりその農場を進めないといけないわけですよ。で、農場はね、やっぱりその宝石をたくさん使っても、その得られるその戦力の上げ幅だとか、強くなる効果だとか、そういったところがね、あんまりその大きくないので、無課金の方、微課金の方は特にね、ここはダイヤは、今後乗り物とか、そのような時のために温存しておいた方がいいですよということをお伝えさせていただいてましたので、今もね、実施中ですが、まずはその前提かなと思います。の上でですね、次が、こちらです。まさに本日ね、動画を上げさせていただいた、騎乗突破と研究突破を見据えた考え方というところになりますが、これポイントはね、なんで2つ同時に載せてるかというと、このイベントによって、
この、カムイズチですね、はい、この、神の器と書いて神器の教会というの、まあ、教科の前にね解放が必要なんですけど、その解放のためにはかなりの数が必要ですとなりますが、その、カムイズチが手に入るのがこの2つのイベントになってきます。はい、ほぼ同じタイミングでね始まるイベントになるので、これはね非常に、要チェックというところになるんですが、の中でまず1つ目、はい、騎乗突破ですね、乗り物、はい、無限ゼンマイをこの9日目から10日目の2日間のイベントのうちで消費すると、カムイズチを獲得することができますということで、乗り物ね戦力はバクバクバク上がりしますが、あえてね、はい、ちょっと我慢して今はまだ、ゼンマイを使わずに、はい、乗り物はこの騎乗突破まで、育成するのを待ちましょうという話をさせていただきました。もちろんねゼロにする必要ないですよ。トライモンはもう振り切って何もしないと決めましたけども、まあ例えば乗り物のランクを3とかね、はい、2とかまでそこまで進めておきながらとかって、それは人それぞれかと思います。はい、この 4,5 日でね周りと大きく差がついて、それでストレス溜まってもしょうがないですからね。はい、いかに自分がね、快適にストレスフリーで楽しめるかというところが放置ゲーではですね非常に大事になってくるかと思います。そこはね人それぞれかと思いますというのがまず下の方です。で上の方研究突破ですね。はい、これもですねさっき言った通り鉱石を消費すると、カムイズチが獲得可能というところになるんですが、これも今日の動画でお伝えさせていただきましたね。はい、騎乗突破のイベントと合わせて、この研究突破もねカムイズチ手に入るので、まあ鉱石ですね、はい、まあ青いところだけこの上の攻略情報通りですね、この青いところだけ進めながら、まあ、鉱石はねもう今のうちから貯めておくで全然問題ないかなと思います。もう8日目ってすぐですからね。はい、まあ、青いところもね全部やらなくていいと思いますよ。一番右上だけとかね、はい、そんな感じでもう鉱石も、貯め出した方がいいのではないかなというところがまずね本日までのお話になります。でここからですね今後の話ということで、はい、まずこちらです。これがですねあえて3つ今並べて、載せています。でこれが、サーバーオープンしてからなので序盤16日目以降、はい、仲間突破、異物突破、技能突破っていうこの3つのイベントがね控えているというところになるんですけれども、ここでお伝えしたいのはもうそろそろねトライモンももう今からでいいかなと思うんですけど、仲間ガチャチケットと技能ガチャチケットは、これからはね使わずに取っておいた方がいいと思います。というのもこの仲間突破と技能突破のイベントがそれぞれ始まりますよねと、その時にゴリゴリ、ガチャを回してこの異物の、破片これを獲得しましょうという話になります。でこれがね続くんですよ。はい、繋がっていくんですが真ん中になってきます。異物突破のイベントが22日目から始まります。はい、これね、異物の破片この仲間突破と技能突破で大量に異物の破片を手に入れたのであれば、異物の破片を大量消費してまたカムイズチ、はい、また出てくるんですよ。カムイズチ新規の、強化解放アイテムが獲得できますということになってくるわけなんです。なのでもうね、全ては新規の解放強化に通ずるっていうことになるんですよね。はい、実はこのイベントっていうのは、で改めて言うと、仲間ガチャと技能ガチャはもうそろそろですね、はい、本当もうまあこれはもうこれまたご自身なりのね判断あると思います。トライモンはねもう一旦SLR もちょっと手に入ったしいっかな、一旦置いとこっかなイベントためにっていう感じなんですけども、まあ、とにかくね広告を視聴して得られる、ガチャあれは普通に回しながら、チケットの分はもうねそろそろ、貯め始めた方がいいですよっていう話です。はい、この2つのイベントのためにね。でその2つのイベントで、ガチャを大量に使って異物の破片を獲得すると、でこの真ん中の異物突破イベントで、仲間突破技能突破から得られた大量の異物の破片を、消費をしてカムイズチを手に入れて新規の、強化につなげていくっていうね、ほんとよくつながってますよね。はい、なのでね、まあ、ここはねダイヤをね宝石かを別に使う使わないっていう話じゃなくて、単純にそのガチャチケットを使わないっていうだけの話なので、
もうここはね、あんまり、迷うことはないかなと思いますけれども。で、異物はね、確かに運営の公約通り、まあ、4つぐらいかな。はい、スロット開けるぐらいまでは、異物、はい、収集はい、してもいいんじゃないかなと思いますけど、もうそこまで行ったら、もう、異物の破片もね、はい、もうストックということでいいんじゃないかなと思います。はい、というのが今後のそのイベントを見据えた上でのセオリーという形ですかね。まあ、とにかくね、新規に全ては通ずというところがポイントかなと。はい、ただね、0100じゃないのでね、はい、まあ全部トラえもんみたいにもうこっから使わずに貯めますっていう形でなくても、それはもう人それぞれよろしいかと思います。はい、で最後がこれですね。はい、これがですね、まあちょっと、最後の余談になりますが、武魂突破というのが、15日目から始まります。これですね、12日目から武魂という、これかなりねまた戦力爆上がりするような、コンテンツなんですけれども、これが実装されますと。でここでね、まあさらに試練とかをして、その武魂をガチャを回すアイテムが手に入るんですけど、それを、この武魂の、突破のイベントの時まで貯めておきましょうという話ですね。はい、最初実装されたらいきなりゴリゴリ引かない方がいいですよっていう話だけこのタイミングさせていただければよろしいかなというふうに思います。はい、ということでですね、まああとはこのようなイベントが毎月発生しますので、まあ1ヶ月ねこんな形で、まあ、セオリーはありますけど、自分なりのやり方でやってみて、その翌月からどうするかっていうのを考えていただければよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、本日は以上です。はい、まあ自分なりのね、はい、ストレスのないやり方で、はい、快適にできるやり方で、はい、ガチャ貯めていったりね、使っていったりしていただければよろしいんじゃないかなとは思いますが、まあ一旦ねイベントを踏まえるとこんな形かなというところはお伝えをさせていただきましたというところでございます。はい、それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。